1977年のヤクルトスワローズでは、1977年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、広岡達郎監督の2年目のシーズンである。就任2年目の広岡監督は、この年の春季キャンプより、麻雀禁止、花札禁止、禁酒、ユニフォーム姿での禁煙、練習中の死後は、 禁止などと徹底的な管理を行いそれまでのぬるま湯的なスワローズを一変しようとした。広岡監督の管理野球が基地となり、序盤から好成績を上げ、特に若松務は中盤に巨人の張本勲夫との猛烈、デッドヒートを勝ち抜いて、首位打者を獲得、来日2年目のチャーリー・マニエルも、巨人の王貞春と本塁打を争うなど活躍。 また、投手陣にも、鈴木光二郎や相田て夫といった新鋭を起用。その結果、チームは、直金4ながら、国鉄時代以来16年ぶりに勝ち越し、最終的に巨人25ゲーム差をつけられながらも、球団初の2位に、躍進、翌1978年のセリーグ初優勝&、日本一への基礎が出来上がった。その一方で、なり物入りで入団した。 ドラフト1位ルーキー坂井慶一は序盤に1、軍入りしたものの活躍せず、また9月3日には鈴木が大阪春に世界新記録となる通算本塁打756号を打たれるという出来事もあった。また1974年に太平洋から移籍し、4年間ヤクルトの主砲として活躍したロジャー・レポーズがこの年をもって対談した。投手陣は鈴木、愛田。 松岡博士、安田武士の主力組に加え新人、鹿島健一がローテーション入りし、リリーフには巨人から遺跡の倉田誠や井原慎一郎、西井哲夫が控えるなど整備された。ありがとうございます。